これは私と友人 A 君、そして B 君の3人で遊びに行った時に起こった恐怖体験です。コンビニで少し買い物をしてから、いざ目的地に出発しようとしたところ、 B B B ビビ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 ビ、爆発でもするのかってくらい激しい警告音が車内に鳴り響きました。あまりにもうるさいので原因を確認するため一度車を道の端に止めました。おい、誰だよシートベルトしてないの。どうせ誰かがシートベルトをしてないだけ、私はそう思いました。しかし車に乗っている全員がシートベルトを確かにしていました。おかしいな。まあ、一回差し直してみようぜ。念のためみんなでもう一度ベルトを差し直し、そして車を出しました。ビービービービビ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 、明らかにおかしい。運転している A 君が言うには、センサーを見ると後部座席に赤い点滅があるとのことでした。後部座席に座っているのは私だけ。疑いの目は私に向きます。しかし何度確認してもベルトは深くまで差し込まれていました。いや、俺じゃないって。ちらっと横を見て私は気づきました。座席の上にバッグが山積みになっていることに。なんだ、このバッグの重みで人が座ってるって認識されちゃってるんじゃね。なんだ、このバッグが原因か。よいしょ、まあ、これで大丈夫でしょう。じゃあ行こう。 B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 。 え？いや、おかしい。後部座席でシートベルトしてないって言われても俺はしてるし、隣に誰が座ってるってわけでもないし、どういうこと？何を思ったか、私は誰も座っていない隣の席のシートベルトを閉めてみました。そして車が動きます。音はしませんでした。